はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時半、今28分ですから、もうすぐ前場が引けます。日経平均が、プラス201と、まあまああれですね、まあまあ上げてますね、少しですけども、ドル円 147.60 ということですね。147.6、介入がもう、もしかしたらもうあるかもしれませんね。原油高い 86.79 ですね。金がちょっとだけ安いですね、1950という。ドルウォンでございますが、忙しいどうし、1332というところでございまして、小忙しいですね、ドルウォンは。はい、さて、本題はですね、中国の方でございまして、これはですね、昨日20時30分会員限定記事でございます。開けられません。もう一回使ってしまいました、昨日ね、中澤克爾先生の、あ、こんな開けるやんっていう、あの北戴河会議で何があったという話ですね。こう、香港リート3割安で下げ鮮明、脱中国や金利上昇重荷ということですね。ちょっと読みましょう。世界の不動産投資信託リートで香港市場の下げが鮮明だ。主要な国地域別指数で2020年末比でおよそ3割安に沈み、脱中国の動きや金利上昇などを嫌気した投資家の売りが拡大。一方、米国やオーストラリアなどは堅調さを保つ。米国や欧州の利上げがリート全体の逆風になる中、個々の市場や銘柄を吟味する動きが続きそうだ。 S&P の国地域別のリート指数配当込み現地通貨ベースを見ると、とここまででございまして、読めへんやんほんまにもうと、いや最近悩んでるんですよ、4400いくら払おうかどうかというそうです、僕貧乏なんでね、その4000あったら美味しいもん食えるやんと思ってと思って思うとですね、うーんと思うわけですね。はい、まあまあ別に大体ね、最初の6行で分かる、日本の新聞ってね、最初の数行で全体が見えるようになってるんですね。少なくとも日本の新聞はね、他の国は必ずしもそうではなさそうですあのもっと上昇に書いてある、特にあのお隣さんの場合はね、最初の1、2行は書いてあるんですけど、その後うわーっと蛇行するんですよね前は香港のリートがですね、他の国に比べて下げが鮮明であるということですね。リートというのはですね、不動産の物件、簡単に言えばオフィスビルが多いんですけども、オフィスビルをですね、ファンドも、ね、同じですけど、の所有権をですね、株式みたいにして、こうみんなで持とうぜというやり方なんですね。で、家賃収入がありますでしょ、それを配当するんですよ。だからリート自体はですね、そのビルの価値が上がっていけばですね、値段は上がっていくんですけど、リート自体のこの、まあ、株式と一緒ですから価格が上がっていくんですけど、それよりもですね、こう買った時点の価格と、あと利回り、配当がどれくらいかというところが一番の注目なんですね。で、今ね、こうほとんど日本のリートというのはたかだかここ20年ぐらいなんですけど、20年もないかないぐらいなんですけど、特にアメリカ系のところではですね、こうリートにほとんど大きなビルはリートが持ってるのが当たり前みたいになってですねなんで非常にこの不動産を見るのにですね、一番の指標なわけです。それがですね、この香港のリートが下がってる、リートの あれ自体が下がるということはですね、リートの評価、リートの値段が下がるということはですね、そのリートが所有している不動産の価格が下がるということなんです。つまりビルを持っていれば、持っているビルの資産評価が下がっているということなんですね。とするとですね、家賃はそんなに変わりませんから、家賃ってそんな急激に動いたりしませんので、そうすると利回りは上がるということなんですね。利回りが上がるとですね、その投資家にとっては魅力的なんですよ。で、買おうかっていうことになるんですけど、買ってもいいんですけど、株と一緒でね、その元値が下がったりするでしょう。
ずっと20年30年持ってるんであればですね、なんじゃあ 5% のリート20年持ってるんであればですね、元の値段に対する利回りですから 5% 買った時点の利回りですからずっといくわけですね。20年で 100% になるわけですけど、まあその、 配当も微妙にこう変わりますよ。だってビルのテナントってね、いつも満杯とは限らないわけであって、その不況になればじわっと家賃も下がりますしね、そうすると配当もじわっと変わったりしますけども、まあ理論的にずっと同じでいけば20年で元取れるということになります。でも20年後その買ったリートのですね、価値がですねどうなってるかは知りませんと、まあそういうことなんですね。今香港が下げきついというのは、香港の不動産に対する世界の評価が下がっているということに他ならないわけなんですね。で、さっきも言ったように、評価が下がるということはですね、利回りが上がるということなんで、投資の魅力を増すわけですね。ところがですね、この先ですね、もっと下がるんちゃうかとビビったらですね、買えますよね、やっぱり。これも株と一緒ですから。だから、世界がですね、香港の不動産に対する、こう、価値を、こう、評価を下げていると。香港すなわち中国なんですね。中国の影響がもうほぼ今ですね、8割9割というふうに考えていいわけです。で、香港を通して南中国を見てるんですね。ということは中国自体の経済というものに対してですね、懐疑的ということですね。中国が景気良ければね、みんなわーっと香港に出てくるわけですよ。香港の金融機能を通していろいろ取引したりするんで、香港自体の存在価値が上がって、存在価値が上がるということはですね、不動産の価値も上がるということなんです。ところがあかんやろうと、もうすでにもう中国あかんやろうと、手足香港もあかんやろうと、まあ、そういう見方を世界の投資家がし始めたということです。やっぱりこういうところがですね、一番最初にね、中国あかんやろという世界の評価がですね、最初に現れるのがこういう香港のリードだったりすると私は思いますけどね。でもう一つですね、同じような先行指標を私は香港ハンセンというものを見てるんですけど、これは香港の株式でですね、本土の中国本土の企業を主に扱っているというふうに言われています。これがですね、まあここのところですね、あんまり調子よくない。今日もマイナス94ですね、今ね、18,362。ただ、これすごく分かりやすすぎるというかですね、あんまりにもダイレクトな指標なんでですね、多分当局がですね、介入していると思うんです。ただ、香港ハンセンってこれ多分香港ドルで取引されてると思うんですね。香港ドルで取引すれば、介入しようと思ったら、つまりですね、上げようと、下げを止めようとしたらですね、香港ドルで、株を買わなければいけないわけですね。あるいは指標を買わなければいけないわけだって、そうするとですね、香港ドルってのは US ドルとペック制なんですね。ある一定幅でしかこう動かないというやり方なんです。そうするとですね、もともと人民元なんですね、介入しようと思ってる連中の持ってるお金はですね、人民元の相場が下がってしまうということになります。現に下がってるんです、人民元って今着実に下がってますね、人民元は。で、人民元っていうのはですね、基本的に半分以上管理されてる。半分以上管理されていてもですね、どう言いましょうね、その管理しきれない、やっぱり市場の大きなうねりというものまでは抑えきれないところがあるんですね。だから徐々に下がっているということでして、人民元が下がるということはですね、世界がやっぱり中国に対しての評価を下げていると、もう要は人民元なんかですね、もろてもしゃあないやんということになってるわけですね。また別のですね、あれで言いますけども、今人民元でですね、取引されている中国の、中国じゃ、ロシアのウラン原油なんてあるんですけど、ロシアが中国に売った。原油を売りました。それを中国は人民元で払いましたと。その人民元をロシアはどうしてるかというと、早速香港に持ってて全部 US ドルに変えてるんですね。結局これが人民元安につながるんですよ。だからですね、所詮弱い、もう弱い通貨です、人民元は。で、それを必死で支えようとしているのがですね、この、香港反戦市場であったりとかするわけですね。やっぱりね、世界は中国を見限ってます。
もうあかんでという空気が濃厚になってきました。まあしゃあないですね、まあ、いろんな面でですね、あの国は衰亡しているというふうに私は確信をしております。このですね、日経新聞のアドレスを貼っておきますんで、ですね、確認をされたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。